ちらの方が地獄蒸しになります。でこちらメインの懐石料理で伊勢海老とカニとサザエになります。大体こちらの地獄釜で7分ぐらい蒸してから出来上がりますので。別府는산의진미바다의진미가풍부한정통식도락관광지이기도합니다특히추천하는것은배포특유의온천증기를이용한지옥집요리이런고급스러운요리는여기배포가아니면맛볼수없는것입니다좋아요네요리나빠져엠보오이시소요네그래살기진짜힘들었네すごく柔らかい。まさみ、久しぶり鶏天食べたい。大分の名物料理といえば鶏天だよね。ここは鶏天の発祥の店なんだよ。大分県の名物料理라하면누구라도맨먼저떠올리는배부토리땡이배부토리땡은배부에있는토요켄이라고하는오래된정통인식당에서1926년에처음으로메뉴에등장한것이그시초라합니다토리노덴뿌라즉닭의튀김을말하는데흔히어디나있을것같은요리가바로이곳오이타현의오리지널요리랍니다배프의기념품하면대표적인것이죽새공품섬세한장인의기술은바로예술입니다그외에도배프명물인윤호하나즉이왕결정체는집에서도간편히온천기분을맛볼수있어인기있는웰빙상품입니다